はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの、セミコンサートブランド C7 がついに届きました。いやー、ちょっと驚きました。弾いてみて、まあ弦が長いので低音をドーンとオクターブで弾いたらもうコンサートホールの音ですね。間違いないですね。まあこのピアノが一般家庭に置けたら幸せは思います。はい、それでは音を聞いてもらいたいと思いますが、まず 全体を見てもらいたいと思います。これです。長い、でかいまあそれでもね、まあ8畳、まあ、ギリギリですから8畳、まあ、10畳でも置けると思います。でこの長さですからね、奥行きが220ぐらいかな。いや、ちょっとごめんなさい、正確に調べておいてよかった、ね。でかい、227やったからね。まあでかいです、本当にこの大きさ。製造番号が2103174ということですね。まあ、これがですね300万台400万台だともうべらぼうに高い値段になりますが、まあ、ちょうどいいですね。手頃な値段でセミコンが買えるというのにはこれぐらいの年代のものがいいかなと思います。日本ペダルですね、ヤマハ。こっちにあるのがこれがね、ディアパソンの183、あ、210か、これもでかいですね。これもディアパソンのでかいやつですが210です。これよりもさらにでかいというね、まあ大きさが分かると思いますが、いやすごいな。もうピアノ好きにとってはたまりませんね。もうあの一生の宝物になると思いますがね。いやすごいわ、この長さ、弦の長さ。低音弾いてみましょうか。この響き、あのコンサートホールで聞く音でしょう。すげえ、もう憧れの C3 をですね、C3 じゃない、 C7 でした。いつも C3C3 言ってるから、 C7 がですねこんな風に普通に弾けたらまあ幸せですね、本当ね。さあお聴きください、いつもの曲です。ピアノっていいですね、この低音のこの音。
これ弾いた時にちょっと今までのピアノと違うでしょ、低音が。ジャズも どんな曲でもいけますね。いやー参りました。これはたまらない。本当にこれはこのでかい C さん、ちょっと ずっと弾いていたような気分ですが、もうピアノが好きで好きでたまらんと、もう一生に、もうね、なんか一生宝物になるようなピアノを一台置いておきたいっていう方はですね、こういうそのでっかいグランド、それも C シリーズの7ですからね、もうこういうでっかいのを一台置けるなら、置かれたらもう最高の幸せかなというふうに思うんですが、皆さんいかがでしょうか。 C7、いや C7 いいですね、ご希望の方はぜひ引きに来てください。ここの倉庫にね今ありますので、よろしくお願いします。それではさよなら。